疲れ様でした。お疲れ様でした。いやということで、たくさん今日弾いてもらって。来ましたね。ありがとうございました。じゃあ、今日は、うん、ボトムズアップギターズに。そうなんです、初めて来ましたね。来てもらって。数的なお店で、ちょっと常連に。これからなりますね。よろしくお願いします。お願いします。っていうか長い付き合い。付き合いは長いんですけどね。あのこういう映像に私が出るのも初めてですし、まあ山口さんとはもう本当に10年近い付き合い。10年近いですね。こういう仕事は初めてなんですけど、今日たくさんギターを弾いてもらいまして、ね、ちょっとこれからギターの紹介をしたいと思いますんで、ぜひぜひまた引き続きお付き合いのほど、うん、お願いします。っていうかこれすごいですね。よかったでしょ。よかったよかった。すごい言うことしてて。斉藤ギター聞いたことありましたか？いやもちろん、あの斉藤楽器工房さんはあの存じ上げてまして、あのリペアなんかでずっとお世話になってたんで、なんかご縁あってよかったなっていう感じですね。今回はい、よかったです。まあこれちょっとシンプルないわゆる2シングルの、P90 ですか、ね、そうですね、うん、でもこれまた手巻きのピックアップで、これ斉藤楽器工房で斉藤さんが、社長の斉藤さんが巻いてるんですけど、すごいいい音してたし、うん、すごいちなんかもう、なんていうんですかね、即戦力というか、そうでしょう、作りがしっかりしてて、もう調整するとこも一切ないし、もうそのまま持っていって、そのポンと弾ける感じ、うん、すごい良かったですね。びっくりしました、ちょっと正直、うん、作りは確かだし、とまあ、使ってるパーツ、まあ、後藤の、うんうんうん、ペグとかブリッジ、うんうんうん、それからあの、まあ、フレットなんかも選んだパーツが使われてて、うん、で、ちょっと変わってますよね、この辺なんか。すごいですね、こだわりが見えますか、これね、こういう感じなんですけど、形これも、まあ、アルダーボディ、うん、これ埋め込まれてるんですけど、うん、ちょっと持ってもらっていいですか。はい、後ろにもう一本、こっちが最初の方に出た、うん、あの S622 といういわゆるストラトシェイプのソリッドボディシリーズなんですけど、これも同じ作りになってて、うんうんうん、こっちジャズマス、そうですね、ジャズマスターコンセプトの略で JMC という、うん、まあ、これ本邦初公開の、まあ、新作なんですよ、うん、生音もやっぱりすごい、ね、すごいバランスいいし素晴らしいですね、うん、で見た目ポップみたいなね、うん、この感じどうですか、キャロットオレンジ人参素晴らしいですねこれね、うん、人気出そうだ。いや、いいと思いますよ、うん、全然今までの こちらのタイプとはまた違うキャラクターで、うん、価格は同じなんですけどね、うん、本当に企業努力で頑張ってるなと思ってるところがこの、まあ、ネック、両方メープルでローズなんですけど、これ共通のネックを使うことによる、まあ、コストダウン、うん、まあ、本当にコストダウンというか企業努力ですね。なるほど、うまくそこら辺を組んで、うん、素晴らしい。どちらもベースモデルの価格は一緒なんですよ、うん、で山口さんよくライブするじゃないですか、はい、でこれあのサイドポジションが光を当てておくと光る蓄光、そうなんですよ、蓄光、これ蓄光テープ貼ったりするんですよね普通、あのまあ、ね、ライブちょっと真っ暗な現場だと、うん、でもこれだとこれそのままいけちゃうというね。そうなんですよ、うん、あれベタベタして嫌なんですよね。そうですよね、そうそうそう、ベタベタしてますよね、うん、これルミンで、これオプションで選べるんですよね。こうセミオーダーでそういうことができるようになってて、で、うん、ペグもこれロックペグになってて、原稿感も容易で、こっちマッチングヘッドになってたりとか、こういう、まあ、セミオーダーができるっていうところも人気の秘訣ですね。はい、それでもまあ1万円2万円ぐらいの違いしかないので、うん、まあ20、まあベースモデルで22万円ぐらい、うん、まあいろいろ持っても25万円でお釣りが来るぐらい、うん、非常にこれはもう期待していただけるギターです。いい、うん、素晴らしい、はい、ぜひこれ手に取ってね、ぜひチェックしてください。ぜひともボトムズアップギターズでお待ちしてます。イエイ。